なんか上手くなってる。浜さんって上達した気がする。効果で意外ときついんですよ。運転中はほとんど聞こえない音量に絞ってるけど、カメラのマイクは良くて綺麗に拾うんですよね。そうなんですか。運転中は点数とかほとんど聞こえないんだ。最初の大きな右が BRZ 並みにグイッとなってたね。あ、そうです。あれすごい気持ちよかったです。鉱石ってちょっと感覚が違いますよね。違う。場所的にこう振り出されるのが分かりやすいかもしれない。なんかうまく後ろを使えるようになってきてるな。結局あの前後2台計測ってあの後あんまり突っ込んでないんですよね。あれをやるだけやってダメだ、分かんねえって。失敗で中身見えるほどになってないから、まだもうちょっと無理かな。浜さんである程度思うように行くようになってからじゃないと、いきなりいないけど。浜さんでもすごい役立ったな。走り方で出てくる形こんなに違うんだっていう。あれを狙った形にするっていうのがまた難しくて。まあ車乗りありますね、ここ結構。抜けていくんですかね、みんな。ただあんまり勾配がないせいか、そんな脆い車もいないみたいな。
初めての道はよくああやって Google Earth で見るんだけど、あれすごいっすね。戦端はこれはちょっと心してかからないと、あの峠は危ないな。去年の山中湖行った時に帰りにあそこ戦端そうだと思って回っていこうと思って掘ったら勾配きつい、勾配あかんとか思っても、いやでもあの相模原の国政チャレンジ、ああ確かに似たようなものかな。だけどもう結構夜、ね、暗くなってから走ったからなおさらもう全然先がわからないとか思ってる。でも街灯は結構立ってるみたいですね。まあ、そうですね。暗くてあのとこ夜走るの動かなくて無理だろう。しかもなんか初めて通りに来たからこうナビに案内してもらいながらこうどこで次曲がるんだとか思いながら。あの道は面白い道って結構知られてるんですかね。あのいい車が結構走りに来るんで。ああ好きでここ通るのかな。馬力は多いですね、走りっぽいのが。あそこをぐるっと一周10キロのコースをくる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 回ってる車が昔から多いよ。いるんだ。そういうの全然知らなくて、地図で漁ってて近所で、うん、面白い道ないかなと。あんな奥多摩まで行くのめんどくさい道もなんか長いし。あんなマニアックな地元の人間しか知らないような道を走って、なんだこの人ってちょっと声かけてみようかなっていうよくあんなとこ知ってるなっていう、知らなきゃあんなとこ走んないですもんね。いやあれはミンカラのあのデミオに乗ってる人、リュースさんでした。はいはいはい、あの人がなんか走ってましたね。そう、なんか練習コースって書いてるのを見て、お、大森そんなのがあるんだと、なんだろうと、マップで見たら、こりゃ楽しいだな。なるほど。リュースさんも意外と若いそうな感じの人で、走りに、あのコースは走ってないのかな。あの30代っぽいですよ。30代ぐらいですか。あのコースのロゴを上げてるのは見たことがないんで。えらい若者。あのコース走ってみれば。若くねえのか、30代だから。羨ましいな、若いっつうのは。いやー、30代でデミオなんか乗ってて G ホールで遊べるなんて、なんて羨ましいって思うけど。羨ましいなー。羨ましい。20年、まあ、早く知ってればよかったなって。そうなんか、九州の方にも ND のロードスター乗ってるお兄ちゃんが G ホールやってて、あの人もなんかスパ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 よく決まるなと思いながら見る。でも今って九州で多分やってる人はそんなにいないから、